はい、今日はかき氷の日だそうです。それで、今週土用の丑の日あったので、今日は家にある料理酒に使うやつなんか、日本酒あったので日本酒とうなぎ、まあ1枚のやつだけどね、うなぎで飲んでいきたいと思います。まあ日本酒ですからね。まずそのまま日本酒ロック。美味しいかな。うん、まあ普通、もうちょっと飲んでからがいいかったな。かき氷の日でビール関係のツイッターからいっぱい今日はなんかツイートが入ってましたね。本当は缶ビールとかチューハイとかの方がいいんでしょうけど、今日はこれしかなかったです。たまにウイスキー飲みたいな。日本酒ブランド売上ナンバーワン、もうもう美味しいですよ。ビールをたくさん飲んだので、今日ビールは買わなかったです。これはどこ？すき家のうなぎ。いただきます。うなぎが小さいですね。豊かなうまさ膨らむ味わい、まあこんなもんですかね。冷酒飲みたいですね、夏は。さすがに料理に使ってる日本酒、そんなことないだろうね。美味しい。甘み中。
冷やして20まで冷やしてとぬる感情感がおすすめになってますね。今日の締めは、かき氷の日ということで最近ちょっと霜が美味しそう。サルキンの、お茶割り、これがまた美味しいんだ。苦くてうまい。グビグビいっちゃう。これでシャリキン、キンミヤさんのシャリキン、焼酎20度なんで、まあ、そこそこのアルコールですね。美味しい。
にしようか、そしたらなんか分離した。焼酎と日本茶と、日本酒カクテル。